新しいことを勉強したいんなら、多分刑務所とか入るのが一番いいと思う。だから刑務所入ってデジタルデトックスして、これまでの仕事も全部できなくしちゃって、新しいことしかできないっていうふうにしちゃえばいいんじゃないかなと思います。あ、そうだ。それでこの間、その英語でもそうだと思うんですよ。僕、英会話刑務所っていうのを作ったら、すごいサービスとしていいと思います。長期休暇とかで、なんか有給溜め込んで、じゃあ2ヶ月間とかで、英会話刑務所に入りますと。で、その間も全部取り上げられて、日本語で人と話すのもダメ、スマホも全部取り上げて、その空間の中で英語しか話さない人と、24時間英語しか使えない環境で無理やり過ごすっていうサービス。それやったらすっごいみんな身につくと思いますね。